ヒューズ・エアウエストは、かつて、アメリカ合衆国に存在した、航空会社。大富豪のハワード・ヒューズがオーナーであった、航空会社のうちの一社である。その前身となる、エアウエスト航空は、以下の三社が1968年7月1日に、合併、発足した。1966年まで、トランスワールド航空の所有者であり、かつては、 自らも飛行家として名を馳せたハワード・ヒューズは航空業界への参入、開拓に熱心で1968年にヒューズツール社を通じてエアウエスト航空の買収提案を行った。これはヒューズ側の一方的な買収提案に近い状態であったという。エアウエスト航空ではこれを投機的な買収と考えこの提案を受け入れなかった。そこで ヒューズは別会社として、ヒューズエアという持ち株会社を設立し、ヒューズエアがエアウエスト航空を買収するという方策で、ハワード・ヒューズ自身は大株主にならない状態にした。ヒューズの持ち株比率は22%だったというが、ヒューズエアの大株主はヒューズであったため、実質的にはヒューズ自身がエアウエスト航空を買収したのと同じことであった。こうして、 1970年にエアウエスト航空はヒューズに買収され、社名もヒューズエアウエストに変更された。同時にコールサインもエアウエストからヒューズエアーに変更された。他のアメリカの地域航空会社がそうであったように、同社もまた各都市を結ぶ路線からネットワークを拡大し、デンバーやミルウォーキー、ヒューストンなどの都市へ長距離路線を運行するようになる。 やがて、アメリカ西海岸一帯の国内線のみならず、カナダメキシコへの近距離国際線の運行も手がけることになった。また、映画界にも身を置いていた、ヒューズの人脈から、クリント・イーストウッドや、ソンドラ・ロックの出演した映画、ガントレッドにも、同社の飛行機が登場した。ロックは、皮肉を込めて、エアワーストと呼んでいたという。しかし、 この発展も長くは続かなかった。1976年、同社の実質的なオーナーであるヒューズが高い、同社はオーナーを失った。その後、ヒューズツールと同社の経営はスマシャに引き継がれ、同社は1980年にリパブリック航空に売却された。リパブリック航空はもともとアメリカ東海岸から中央部に営業エリアを展開しており、 アメリカ西海岸を中心に営業エリアを展開していた同社を買収することで、リパブリック航空はアメリカ全土を営業エリアにする航空会社となった。そのリパブリック航空も1986年にノースウェスト航空に買収されている。 ヒューズエアウエストの DC-9 ボーイング727エアウエスト航空として発足した当初はボーイング727ダグラス DC-9 フォッカー F27 フレンドシップ及びパイパーアーステカという機材構成でヒューズエアウエストとなってからもその機材構成を引き継ぐことになった機体はバナナのような黄色い式に塗装され 前方の客室窓の下にデフォルメした紫色のヒューズエアウエストというロゴを入れていた。機体の色から利用者からはフライングバナナとも呼ばれた。また、同社もキャッチコピーとしてトップバナナインザウエストという表現を使用していた。ありがとうございます。